とない。やっと倒したか。剣豪、ドラゴンスレイヤーが消えていく。王子、これは一体？わからぬ。だがもしかしたらあの剣は、過去の勇者の意志が実体化したものなのかもしれない。ありえない話ではありません。おそらくは、邪竜を倒してほしいという強い思いによって実体化したものだったのでしょう。ドラゴンを倒した今、その存在意義を失い、消えてしまったと。悲しいことですね。ところで少し前、古代文字で書かれた石板を見つけたのだが。これはバルディアに伝わる古代文字です。魔術師ボーゼル、闇の力を解き放ち、世界が闇に覆われる。この時、エルスリードの王、ジークハルト、光の軍勢を率い、これを迎え撃つ。そしてラングリッサーにより、ベルゼリアに闇を封じる。そう書かれています。復活したばかりの今なら、ボーゼルはまだ、ベルゼリアから動けないはず。ベルゼリア、あの禁断の地と呼ばれる場所に邪悪がいるのか？では王子。蘇ったボーゼルを倒し、再び闇を封じる。これは我がバルディアの使命である。これより全軍をもって、ベルゼリアへ進攻する。私が奮起すれば、皆はついてこないからな。古代の石板から禁断の地ベルゼリアに闇の王子ボーゼルがいることを知ったレヴィンたち、ラングリッサーを持つレヴィンら光の軍勢の末裔たちは、歴史に記された通り闇を封印するべくベルゼリアへと向かった。
時はやるんだから。